こんにちは、ベストコンディションジムの田中です。今日も、ジムのツールを紹介していきます。今日はこの、ボスバランスを紹介していきます。で、半分バランスボールみたいな感じで、面白いツールなんですけど、こういった形になります。で、主にこうバランスを取るトレーニングとかで使うんですけど、例えば、スクワットとかで、床でしっかりできるようになってきたら、今度この上でスクワットやってもらうというふうな形になります。こんな感じで持ってもらって、このままバランス取りながらスクワットをしていくという形になります。結構難しくて、例えばこう左右に偏ったりとか、前後にボードが倒れながらスクワットしたりとか、後ろにこう体重かかりすぎたりという形で、均等に乗ってないと、バランスよくスクワットできないってなります。意外に床でやってると自分のバランスがどっちによってちょっと分からないので、これに乗るとすぐ分かるので結構面白いです。で、結構何回かやればすぐ慣れるので、意外にこうバランス取れない人とかはこれが分かりやすいかなと思います。他にも、逆サイドに向けてもらって、こっちが柔らかいので、これに乗った状態で、バランスを取るとか、その状態でこう動かす。そこでもしっかりバランス感覚を養うために、トレーニングに出てます。で、結構こう足元が不安定で、足首が弱い人とかは結構不安定になるので、こうやるとしっかり安定してくるかなと思います。で、下半身だけじゃなくて、上半身のトレーニングでも、逆サイドにして、プッシュアップですね、プッシュアップ。この形でプッシュアップをさせて、しっかり均等に押しながらやるというようなこともやります。他にもいろんな使い方あるんですけど、バランス感覚ってやっぱ、年を取るとともに衰えていくと思うので、こういったツールでそういったバランス感覚に刺激入れながら、トレーニング、重さを上げるだけじゃなくて、そういった不安定さを入れることで負荷を上げたりとか、いろんな形で、今日はボスバランスを紹介しました。以上です。